あーほー、へとほでお腹をへこませて、あーへー、あーほー、 OK です。アヘアホ体操の下野正弘です。今回は誤嚥予防としての舌骨筋のトレーニングをやっていきます。舌骨筋って何？舌骨と呼ばれる骨に集まる筋肉の総称です。横から見た舌骨はこのようになります。正面からさらに上を向いたらこんな感じです。このように舌骨につく筋肉はいっぱいあります。黄色いところが舌骨です。そして赤いところはすべて舌骨筋群です。ポイントはベロです。ベロをビヨーンと伸ばすと舌骨筋群が鍛えられたりストレッチされたりします。イラストを見ていただいた通り舌骨筋群はいっぱいあります。舌骨筋群は複数ある立派な筋肉です。僕の考えでは筋肉を鍛えるということはどこの筋肉でも、顔の筋肉でも、太ももの筋肉でも、胸の筋肉でも、腕の筋肉でもそうなんですけれど、体幹、お腹と一緒に鍛えた方がパフォーマンスは高くなるんです。舌骨筋も例外ではありません。お腹と舌骨筋をセットで鍛えてきます。まずは舌骨を全体的にストレッチするために胸骨の上のあたりを押さえます。このあたりですね、この辺ちょっとくぼんでるところのあたり、首の前側の付け根、顎をと持ち上げると伸びてる感覚わかりますか？したまま、へとほでお腹をへこませるアヘアホ体操いきます。せーの、あーへー、あーほー、あーへー、あーほー、あーへー、あーほー、 OK です。次にアヘアホのへの時にベロを思いっきり伸ばしてみたりとか、ベロを上に上げてみたりとか、この2つを組み合わせます。あーへー、あーほー、あーへー、あーほー、ベロを下に下げてみたり上に上げてみたり動かしてみてください。への時だけです。ベロは上下ランダムにやっていただいて結構です。いきますよ。胸骨の上のあたりを押さえて、顎をしながらいきます。せーの、あーへー、あーほー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 、 OK です。慣れてきたらもっと天井を向きながらやってみてください。押さえてもっと天井の方を向きながらいきますよ。へとほでお腹をへこませます。への時にベロはだったりやってみますよ。せーの、あーへー、あーほー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 、あー